世界から呪霊をなくす方法、人類を一つ上の段階へと進めることになる。呪力からの脱却だよ。呪力の最適化だ。いや、俺にはどちらもさっぱり。そもそも目的が違うんだ。可能性なんだ。人間という呪力の形のね。答えはいつだって混沌の中で黒く輝いた。作るべきは私の手から離れた混沌だった。地に干渉できる術式を持ったやつ。さっきあいつが取り込んだけど。無意天変。結界じゃない。礼を言うよ、虎杖悠仁。上語も欲しかったけど、まあ仕方ないね。2種類の非術師に遠隔で無意天変を施した。それぞれの脳を術師の形に整えたんだ。そしてその呪物たちの封印を解いた。じきに目を覚ますだろう。呪力への理解を深めるため殺し合いをしてもらう。虎杖悠仁が悪意を持って放たれたとでも思ってくれ。力を与えただけで人々が殺し合いを始めるとでも。程度の仕込みを私が怠るわけないだろう。ムカつくからみんなであいつボコろ。これは毒か。まだ話の途中だよ。そっちの契約はこの肉体を手にした時に破棄したけど。これがこれからの世界だよ。じゃあね、五条先生。聞いてるかい、スクナ。始まるよ。呪術全盛、平安のような。